さて、ヘルシフトの03です。だいぶ苦手な感じでやってます。どれかに触ったら、次同じ色になるところに触りに行かないとクリアできない。つまり、この柱とこの柱っていう1対1のペアっていうのがもう必ず決まっているはずなのだ、このステージは。これに触るのであれば、まあ、長さ1だと同じ色で大丈夫なのか。あれ？消えてんだけど。ダメだ。あれですか？なんかこのちょっと青緑っぽい色になってるからダメなのか。黄色で触らないとダメ。黄色の柱に触ると僕の色は黄色になり、黄色じゃないけどね。柱に触ったところから色がスタートして、そして色は距離によって変更されますと。で、距離が1だったら、距離が1だったら同じ色同士で柱がくっつくことができる。だから、隣り合ってるようなもの、例えばこれとこれみたいな、こういうもの同士はくっつけることがたやすい。で、問題は、遠距離になった奴らが、どれとどれがくっつくのかはわからないってことだね。で、そこで、なんでこれダメなの？なんでこれダメなんだ？同じ色で斜めになっててもダメな時があるの？あー、あれか？触れ始める位置がおかしいとかなのかな？この端で触れちゃって、ここのところに行くには長すぎ。なんかここ、こんなに色。ん？左上でできてることと右下でできないことの意味が、説明がつかない。ここでは、左上の端っこから色がつき始めて、違うか。ここでついてんのか。ここでくっついてぐるっと回ってこっちに来る分には同じ色が担保できるけど、ここから始まってだったら距離が足りないので同じ色にはならないって言ってんのかな。まあ、こことここだったら、いいわね。で、これ通れないね。なんだ、1手目から間違ってた。最初にこれやったらいいのか。ダメじゃん。今回は？こう回して。あれ？ダメだ。なんだここ？ん？ん？同じ色じゃないのかこれ。同じ色じゃんな。ちょっと薄さが違うの？完全に同じ色じゃないのかこれ。確かにこっちの柱の方がちょっと真ん中のバーの色が濃いから、そこで微妙に色の差があるのか。むしろこっちに行く方がやりやすいのではっていう。ああ、こことここなんだ。だってさ、こことここです。これはこれですなんだね。で、次に行けるのは、斜めどっちも行けて、これとこれもいける。で、そろそろ難しいのかな。これとこれ同じ長さではいけないでしょ？だよね。この子と結ばれる子は上の方にいないとおかしいんだよな。絶対に一人いるはずだから。ペアになる子が。これ？これ通れないな。通れないってことはどういうこと？
え、そこペア行くの？ちょっと待って。全然色ちゃうんだけどな。これ行って、距離1だと、距離1だと都合がいいのか？わからんなぁ。わからん。ずっと、前回からずっとわかんないって言ってた。さて。次どの辺だろう。これ？これいける。カラードスクリーンズ。カラードスクリーンズ。ん？ここだけその、え？ゴールが左でしょ？とりあえず言われた通りに行くよ。こう来て、こう来て、こう来て、え？無理。え？無理。盤面に載っていないものが、上のルートに記載されていないんだとしますわ。これ通れん。ん？真ん中のこれはあれでしょ。3×3 のエリアにある柱の触れる順番を表しているんだけど、触れる順番を表してるんだけど、今だと壁が邪魔になってしまうでしょ？壁が邪魔になるんよ。こっからこっちに行ったら、そこ行けんのかな？ダメだな。っていうか、ん？この柱今触れちゃダメなんじゃないの？またわけわかんないのが来た。またわけわかんないのが来ちゃった。1,2 って言って次にこれに触れないといけない。だけど、それを触れると、この柱が取れなくなる。かといって盤面外に接触できるような場所はない。スクリーンの基本ルールは指定された道順と対応するように柱が光っていれば OK なので、1,2 なんだけど、1,2 と来てどっかずれて、でもこれに触るのはゴールの時だから、これには今触れられない。つまり紫色には触ることができなくて、これはこれで、今触っちゃダメで、ルール不明確な状態でチュートリアルなしなのがマジで辛いな。で、ここで黄色いのに触るのは、1,2,3,4 回目に、これの後にこれに触った時に黄色に触るだから、
あれ、なんか俺見方間違ってるのかな。こう、ゴールの位置合ってるからスクリーンの向き回ってるでしょ。スタート位置が四角、白四角だったはず。スタート、ん？本当？スタートが白四角だったっけ？多分、多分。で、こうなって、こうなって、これには触らずに、これに向かう。右からはダメで、黄色いの触ってもダメで、真ん中の他の柱に触れることなく、これに触って、次その隣の柱に触れる。でも黒いのに触る。この真ん中の柱の通り方も疑問なんだよな。真ん中の柱で黒いとこ触らずに抜ける方法って。ダメなんやで。このこんな線の引き方してたら真ん中いけないんだよな。でも真ん中は3番目に触ってんのかな。これ2番目だと3番目にこの真ん中に触れているとするとこうなる。でその後にここに触れてるっぽい。あ、違うよな。次行くべきはこれなんだろうな。で、紫がラストで、その前に緑。だから緑で行くから、緑色の他のパワーに触ることはできないでしょう。あれ？マジでわかんないな、これ。ルール無視？こういう時は一歩目が違う。光っちゃう。カラードスクリーン。白じゃない時の線は無視しろみたいな。
まあ、ダメだな。そらそうだよな。こうなってこっからこれに行く方法がなんかある。この後にこれを触る方法、この線が邪魔、この線をどかすには、いや、これさっぱりわからん。やれることがない。ないのだ。この盤上で、このルートを通りなさい。それに従うと、こうならないといけない。から次そこに触りに行かないといけない。この盤面が嘘ついてたことってあったっけ？一本目の一番上に来てる。これスタート間違ってるかな？ゴールが白四角だっけ？もう覚えてない。こっちから、だとすると、こう来て、次ここなんだけど、緑か。これに触ることができなくて、緑からここのカラーがしんどいんだが、ここから、でもこの柱取れないもんな。ここからこう来て、いやあ、ダメ、無理無理無理。でも、ここの柱の引っ掛けがないと、ここの紫色取れないんじゃないの？ギブです。ギブ。わかんない。やめた。違うところで開いたところないかな。これ見たことない。パッドビルダー。ビルダーかー。ビルダーってなんだっけ？何これ。6つ光らせればいいの？何もないな。緑っぽく見えるのは別に関係なくて、近づくと緑になるだけ。ビルダーって壁がせり上がってくるやつじゃなかったっけ？何これ？
E でイントラクト。え、そんな初めて出てきた。そういうことか。柱を作って柱を6本ジャストで作れるのか6本まで作れるのかなのかはルール説明不足だけど、そんなことして全部パッと埋めれば勝利なのか。自分で柱を好きなところに立てることができてしまうので、爆裂に難しいな。爆裂に難しいですねこれ。どうしよう。どうしよう。絶望的に難しくなってる。こんなもん、こんなもんどうやって解けばいいんじゃ。これ以上柱は出せません。まあ四隅に置くなんてのは簡単すぎるだろう。四隅に置かなくてもいい解放がある。やばい、やばいのがここなので、できるだけここを消化したいんだよな。黒いやつ、うわくっつく。ダメなんだ。ああ、柱にそもそも引っかかってないからね。あと、ここを2つ照らしてゴールするのは多分無理。ここでこの柱、無駄なんだよな。いや、こういうために作ったんだけど、ちょっともったいないよね。ちょっともったいないよね感がある。ダメだ。そこに立った場合っていけるのかな。こっからこれで2個。あーダメだ、いけないんだ。これでも
込んだので防げないね。そこの直線上で2つは必要になってしまう。これはちょっと厳しいな。こういうことを考えてたんですけど、開始直後に1本ある。このどっちかにも必要でしょうね。一つは最初に踏むとすると、その先に一つ必要で、もう一つは対角線から降りてくるときに踏むことになると。こっから、なるほど、これは取れないから。これはまたしんどい。しんどいことになってるね。それをするんだったらむしろここから斜めに向かっていった方がどうなの？あと一本。通れない。このパッドが取れない。そのパッドを取るんだったら、むしろこれは上にあった方がよかったんだけど、これだとこれが取れないんだよね。もったいないな。
なるほど。回答は綺麗な感じ。なんだこの、なんだこの不自然な黒い柱は。パッドのうち6個使っちゃうんだから、残ってるのが足場が5個。5パッド。5パッドと6柱を、この左右非対称の黒い柱を縫って埋めれば良い。柱は、11個のパッドから6個を、埋めるという組み合わせを一通りやればいいっちゃいいんだけど、まあなんか明らかにこの辺は立てるでしょっていう場所はあるから、この辺は確定だろう。そこになかったら踏みに行くことできないもん。で残り二つをどこに置くかってことになるけど、どこに置くも何も、ここには必要じゃん。同様にここにも必要じゃんってなると、この配置にしかならないのか？本当かな？そうか。そうだよな。1、2。最初の柱はどっちか抜くことできるのか。いきなりこう来ればいいから。でもこっから、これは。マジで。いや、でも、どうせこれが、どっちにするにもダメでしょう。どっちをするにしたってダメでしょう。これ考えようぜ。この狭い道をどうやって駆け抜ければ大丈夫だろうか。ここに柱を生やすっていう発想は多分難しいんだと思うんですよね。柱が生えていたとしても、結局その柱に触れに行こうとすると黒いところに触れることになり、現実的じゃないから、ここはパッドのまま行く。んでしょうね。で、そこでパッドのまま行くってことは、こう駆け抜けるか、ここからもうゴールですっていう感じでこっちに駆け抜けるかの二通りなのよね。後者でやってみようか。ここからゴールですでこっちに駆け抜ける。無理。それをするんだとしたら、真ん中に、このケーブルが、通ってたらいけないから、その選択肢はなくて、こうなる。そうなると、
これも困るんだけど。これ半分使っちゃうんだよね。で、こっからこっちに来て、それをやると困るのは、ここなんだよな。ここ柱にするか。ここが柱になっていると、いやー、通れるの、そこ。そこ通れるの問題が出てきたかな、今。こう来れるんじゃん。マジで？嫌なステージ。嫌なステージ。で、新しく解放された。40分なので今日はこのぐらいにしようかな。全然わかんないの出てきちゃったね。これだったっけ？言ってる意味がわかんないですね。いや、意味はわかるんだけど、実現不可能だから結果的に意味わかんなく見えちゃう。このスクリーンで言っているルート取りをやろうとすると残りがうまくいかず、そもそもこのステージ難しいんだよな。そもそもこのステージ難しいんですよね。なんか条件がありすぎて。これの取り方とか、これの取り方とか、ここのはめ方とか。いろいろと制約条件がある割には、このスクリーンで表示されている内容が、いまいちピンとこないというのが現状の正直なところです。なんかまた分かった時にトライしようと思います。では今回はここまで。